皆さんこんばんは、マックスオリドです。今日はですね、いつもちょっと見られてるかもしれない130横浜から場所を移して、ここは、自分のマイガレージでございます。まあ、簡単に言うと自宅なんだけども、今日は自宅のガレージを簡単に紹介したいと思います。まあ、ここの1階の地下のガレージは2台車が入れられるんで2台入ってます。古いポルシェ。あ、よく気づきましたね。これ入ってるんですけど、これ何なんですか？見たことないですけど。これね、ちょっと前からちょっと興味を持ち始めて、実はね、去年の年末に縁があって購入したんですよ。これが来てからね、この子しか乗ってないですよね。めちゃくちゃ楽しい、最高。1970年式なんですけど、本当はね、僕1968年生まれだから68年式のナローポルシェを探していたんですけども、ちょっとあまりにも高くて手が出なかったので、1970年のすごい程度綺麗だったんで、この子と縁があって、この子を我が家に呼ぶことにしました。もうね、僕50歳51歳になって、正直ね、街中でのスピードってそんなに興味をもう持ってないですね。だからなんだろうな、もう子供も大きくなったし、まあのんびり楽しくドライブができればいいなっていうのが一番の車の一つの僕のチョイスとして入ってきてて、まあなかなか普段忙しくてそんなに、一緒にいなかった奥さんともたまにこういう車でドライブとか行けたりとかね、なんか古いクラシックラリーとか出れたらいいかなみたいな、まあ、そういうのが一つのきっかけかな。やっぱ50超えたら、50超えるぐらいから一気に興味が湧いてきた。僕も昔こういう車、ナローポルシェっていう存在をしてたけど、そんなに興味なかったもんね。なんかポルシェ、昔のポルシェはすごいちっちゃかったんだなみたいな、可愛いなみたいなイメージしか持ってなかったけど、こういうのを自分で勉強すればするほど、なんかポルシェの歴史というかね、車の歴史がすごい勉強になって、この当時の他のメーカーの車とかもすごい興味が持ち始めるよね。勉強です。あくまでも勉強です。あんまりこれまだ買ったってそんな正直出してないんだけど、なんとなくちょいちょい横のつながりが増え始めてますね。そういうのも面白い。だから車でそういう新しい試合ができて、で結構やっぱ年配の人が多いんですよ。ほんといろんなことまた教えてもらえるし、そういう楽しさもあるかもしれないですね。エンジンはこれ 2200cc の、本当はこの 911T って言って一番ベースグレードモデルなんですけど、実はこの車エンジンが乗せ替えてあって、当時の 911S っていうスポーツモデルのエンジンが乗ってるんですね。だからノーマルよりも全然速いんですよ。で車重1トン弱ぐらいなんで結構速いですよ。あ、そんな軽いんですか？軽いの。だからめちゃくちゃ速くて、で結構ちゃんと止まるし、コーナーリングは本当に大したことないんでヘロヘロなんだけど、でもなんか乗っててすっごい加速感とか楽しい。でキャブだし、ウェーバーの 45π がついててキャブなんで、すごい音もいいしね、ちょっと匂いがガソリン臭いですけどね。ちょっとね、温まるまでね、ちょっと綺麗にアイドリングはしないんですけどね。今まだ温まってないんで全然あれなんですけど、温まってくるとすごい調子が良くなって、本当500回転ぐらいでアイドリングしてすごく気持ちが良い。まあ、それに対してこちらの最新のこれを、例えばこれを乗った翌日とかにこれを乗るじゃないですか、ものすごくよくできすぎてて逆に驚くね。だから逆にスピードが出すぎちゃって危ない、危ない、すぐスピード出ちゃうから。同じ調子で踏んじゃうと、同じ調子で踏んじゃうともうすごいスピード出ちゃうから危ない。まあ、こっちはこっちで、スープラは僕も大好きな車なんで、違う本当に乗り味だけど、これはこれで僕最高に好きですね。80スープラも大好きだし、これも大好き。これももうエアロパーツもできて、多分言わなきゃ分かんないと思うんだけど、こういうリップスポイラーとか、ナンバープレートとか、サイドステップから後ろから結構一通りやってあって、パッと見分かんないんだけど、その分かんない感がいい。で奥には
バイクが2台、僕の大好きなハーレが2台止まってます。奥にあるってことはどういうことを意味しているかというと、一切乗ってないってことですね。こっちは新車で2005年に買いましたね。当時これ買った理由としては、このバイクにヒロミさんとか岩城浩一さんがこれに乗って改造してて、でたまたま行ったハーレ屋さんに岩城さんとかヒロミさんが来てるんで、よく会って、でヒロミさんとかとも遊んでた時期だったんで、お前もハーレ乗れよみたいな感じで、あ乗りますみたいな。あそんな感じなんですか。そんな感じですよ当時はね、うん、でまあだから同じようなスタイルのハーレなんですけど、まあ、これは本当に大切な宝物なので、ずっと取っといて、ちゃんとこれから直して乗ろうかなと思っております。でこっちはたまたま縁があって、この色はどうしても欲しいと。なぜ欲しいかっていうと、これねアメリカの限定車なんですけど、ハーレーのテキーラサンライズって色なの。この色がテキーラサンライズって色の名前にやられて、あとこれ赤に見えるんだけど、実はオレンジのラメで、昼は太陽が出てるすっごいかっこいい色で、限定車、世界に100台ぐらいしかないバイクがたまたま出てきて、本当に新車みたいなのが出てきて、で買わせてもらったんだけど、これいつ買ったの ?2013 年ぐらいかな。全然乗ってないです。でもたまに充電だけするんですけどね。充電だけするんだけど、もう一切、ダメですね。一切エンジンはかかりません。こっちは多分かかると思うな、こっちは。こっちはかかるんじゃないかな。怪しいですね。これはインジェクションで、1850cc なんですよ。これ 1850cc ですよ。重さ 400kg。 これほんとここに横付けするだけでやばいぐらい重い。動いちゃえば大丈夫なんだけど、本当に取り回しが大変。それがハーレーの魅力なんでしょうけど、やっぱこのでっかい排気量のパスパス、これも空冷エンジンだからね、 V ツインの。これも乗ってると最高に気持ちいいですよ。やっぱね、V 型エンジンの音って結構いいね。うん、でやっぱ空冷だと乾いた音がするから、そういう良さはあるかもしれないね。まあそれハーレーはやっぱサウンドが一つの魅力ですよね。まああと自転車、ロードバイクっていうのかな。これ後輩に、こういうのをやってる後輩ができて、いろいろパーツをこうチョイスしてもらって、フレームから買ったんだけど、これはね2回ぐらい乗ったかな。2回ぐらい乗って一切乗ってない。超すごい軽くてねいいんですけど、これもねそろそろ今年は乗んなきゃいけないなと思っております。ガレージいろいろと物は置いてあるんですけど、ちょっとガラクタばっかりでだいぶ捨てたんだけど、その辺にはちょっとちゃんと使ってるヘルメットとか、まあこういう工具なんかもほとんどお店に持ってっちゃったんで、ここは本当にここで使える分の最低限の工具しか置いてないのと、あと裏にコンプレッサーがあるんで、このね前のスペースで洗車はできるんでね、洗車は結構楽しんでます。ここで洗車して入れて、エアーで水分全部飛ばして拭いて入れて、で一杯飲むっていうのが楽しさ、夜ね、ちょうどこのぐらいの夏でも何でも夜ね、太陽の光がない時に洗車するのが基本なんで、そういうところでこう洗車してね、この中で一杯飲むっていうのが楽しさですね。なんかその自宅の両脇にもなんかまださらに置くところがあるなんていう。いやそうですね、自宅の横にはもうその自宅作った時から一緒に縦に2台置けるガレージが、まあそっちは本当にガレージというか物置兼ガレージとして、ここは家を建てた後に作ったガレージって、ガレージがもう本当車置き場ですね。もともとここは何にもなく、コンクリだけ打って駐車場にしようっていうのから、家にからこうちょっとこう囲いを作ったっていう、まあ、ここは本当にもう吹きさらしなんで、雨風でしのげるガレージみたいな。そうでも本当にここを閉めちゃうともう一つの部屋になるから、いいっすよね、うん、重いんですよ。でやっぱこのモーターが値を上げんの、何回壊れた か壊れると手でやんなきゃいけなくて、壊れると手でこうやって上げなきゃいけない。でこれでもまだ上げられるのは、このスプリングがグーって巻いてあって、重さをこうギリギリバランスするようになってるね。
でたまにこいつも折れるんですよ、オリエントに、うん、折れたらアウト何やっても上がんないからでもやっぱりこのね、家帰ってきてこう車の中からリモコンでピッてやってビーって開く瞬間はちょっと嬉しい、今でも嬉しい、はい、でね、ちょっと分かんないかもしれないけどこれをちょっと暗くすると、暗くしてあの辺にいるとこの辺にいるとすごい最高なんですよ。この辺にこうなんか座ってて車の中にいたりとかするとこの辺がこう輝いてすごい素敵な空間になるんだよね。で音楽流して一人でなんか妄想にふけるっていうのは結構やってます。結構やってるんですか？結構、それは結構やってる。ここは、地下の部屋なんですけど、まあ、そこからこう上に行けるんだけど、まあ、最初はね、当時自分もいろいろ事務仕事をやったりとか T シャツとかパーカー作ってここに段ボール置いてここから発送したりとか、うん、一から全部自分でやってた場所なんですけど、今はうちの奥さんが知り合いだけやるエステサロンみたいな感じに扱ってます。もともと僕あの十何年前に調子こいてた頃にバーを作りまして559っていう、何を考えたかバーを作っちゃったんですよ。店を作ったはいいんですけど1年で辞めました。すっごい借金して作ったんだけど、きっかり1年で辞めて、その後その店すごい作ったらもったいないんで、うちの奥さんがそこ10年間自分でエステサロンとして10年やってきてくれたんだけど、まあもう疲れたっていうんでそこをこうもう譲ってこっちに全部機材を必要な分だけ戻して、だから僕今あんまここには来ないんですけどね、もう、うん、昔は本当にここで仕事しながらここでこうテレビ見ながら仕事したりとか、本当に朝起きたらここで事務仕事したりとかっていうのはずっとやってた場所で、まあ今お店ができたんでお店でやってますけど、こうもう物置みたいになってます。もう子供も生まれてどうしても家をちょっと早めに建てたいなと思って、まあ、どうせ家を建てるんであればやっぱ地下というかね、1階がガレージの家にしたいなと思って、そういう土地をいろいろ探してたんですけど、まあ、限定としてもう横浜っていうところで、横浜の何々区っていうところを限定で探したんだけど、とにかく1階にガレージがあって電動シャッターで開くっていうのがとにかく夢で、まあ、後上はどうでもいいやみたいなところはあったんだけど、まあ、あとバーベキュースペースね、これだけは欠かせない。ここができて何年ぐらい経つんですか？ここはもう18年ぐらい経ってますね、うん、もう結構だから長いですよ、うん、できた当時、まあ、そこからさらに3年先の遡ったぐらいの頃っていうのは、うん、仕事的にはまあレースとかどんな状況だったんですか？仕事的には結構まだビデオオプションに出させてもらってミッドナットレーシングをやってる頃じゃないかなと思いますが、うんビデオオプションで言うとね、うん、当時からガレージライフとかいろんなガレージに関する本とかね、俺のガレージとか、まあ一番は僕が勉強したのはガレージライフっていう雑誌があって、それをもう全巻買って見て、まあ、当時あんまりネットそこまで盛んではなかったけどインターネットでも見て自分なりの雰囲気、こう車を置いた時こうでみたいな、家からの通路はこうでみたいな、そういうのはすっごいずっとイメージしてた。だから一番はやっぱガレージがあって地下を部屋にして事務所兼オフィス、自分の部屋みたいな感じで、ここにちょっと大きな窓があるんですけど、まあ、この部屋から車が見えるで夜一杯飲めるっていうのが理想的に、で毎日そこ行っちゃうだろうなと思ったんだけど、正直言うと1回か2回ぐらいしか行ったことないですやっぱどうせリビング行っちゃいますね、なんか一人で言うとちょっと寂しいですね。でも今逆に年齢が経ってきてすごいここの場所を楽しんでますね今、うん、具体的になんかここでどんなことしてるんですか？ここ、まあ結局もうね、ファミリーは上にいるわけであって、ここだと一人の空間になるでしょ。そうすると音楽流して、ちょっとこうムーディーなライトに変えて、そうするとなんか車見ながらちょっと音楽聴いたりしながら1杯2杯飲むのがすごい楽しいですね。だから僕ほらここだけじゃなくて130Lもガレージみたいな雰囲気にしてるんだけど、まあそこはそこでね仕事の場所なんですけど、まあここは本当に自分のプライベートの空間として自分の好きな車を入れて、なんか自分の余生を楽しもうかなと思ってます、はい、というわけで、今夜はですね僕の秘密のガレージ
んまり秘密ではないかもしれませんが、まあ、ガレージを見てもらいましたが、まあ昔の人はね、なんかね、馬を飼って馬が仕事になるので馬小屋っていうのがあってね、あの馬小屋っていうのはやっぱりこう人間が住むところよりも立派な馬小屋があったりとか、牛の小屋ね、牛舎があったりとか、まあ、そういうところからやっぱり車もやっぱりちゃんとこうなんだ、置く場所っていうのもこだわりたいなっていうのが僕の車ライフの一つの こだわりとしてあるんで、なかなかそう簡単ではないのかもしれませんけど、なんかこだわりを持ったカーライフ、これからの時代非常に長く楽しい世界観を作れるんじゃないのかなと思います。ぜひ皆さんも楽しんでいきましょう。